来ましたよ、湯の山温泉駅。考えてみたら、ここって、あれか。前回来た時の終電間際で、なんかすごいわたわたしながら。あ、これか。これっすね。はい、これ、これ、これ。本日独自でこんなのもやってるんですかね。プリプリなかなか難易度高そうですね。全部71駅やん。これなんかアプリでやるんだっけ。そうですね。多分 GPS の位置情報を使ってあれですね。あれですよね。なんかありますよね。鉄道娘か。あれとかでもね、位置情報とかでありますけど、あれの、なんか、スタンプ版みたいなやつがあるみたいですね。で、場所的なここ。そっか、今、名古屋からです。風も1030円なんだ。まあまあ、いいですよね。大阪名古屋からだと2590円。名古屋からだと2830円ですからね。もちろん、これを複数だけで、5600円ですから。フリーキップの方が安くなりますもんね。で、また、京都か2890、あ、違う。高安山に行くって言うんですよ、評判のか。そっか、そっか、そっか、高安山に、フリーキップで一番高いところだとあそこになるのか。へぇー。そうですね。わやし。これも大切なので、もらっておきましょう。そういうことだよね。今それなりに規模はありますけど、こんな感じで湯の山温泉ってなった時は、今の時間から温泉に入りに行くところに行くバスはないはずなんで、別に小物駅に泊まって車来てるんで、そこから歩いていけばいいんですけど、そうですよね。17時、それもあれですもんね。そう、最後に、17時23分とかですもんね。一応、ギリあれか。アクアイグニスの方に行くのは、47分やんないか。もう終わってますよね。終わってますもんね。どうしようかな。アクアイグニスね、今ね、入ったらあれだったんですけど、めちゃくちゃ混んでるみたいなんで、ね、途中でね、見えるんでね。もうね、まで、こっちからだったら、まあ、歩いても下りなんでね、こっちからやったらそんなに、知れてるんでね。一応歩いときますけど、何も降らないだろうけど。降らないんだよな、この道。あんまりね、夜に来るところでもないんですよ。言っても正直あんまり今ない。こっちってないですからね、何も。よいしょ、こんな感じで。正直、自販機以外で特に食べ物ない。まあ一応ね、コインロッカーとかの設備ありますけどね。駅舎も結構綺麗になってるんですけどね。まあ、いかんせんバスもないし、タクシーもね。一応読んだら、金タクさんが来てくれるかな。参考タクシーもあるか、この辺りだと。あ、でも一番多分、この辺りだと、小高タクシーさんってところを呼ぶのが一番手っ取り早いでしょうけどね。小室町の、千葉の、タクシー会社さんなんで。ここは駐車場に300円であるんですね。この手のね、ローカルネタネットやると、今もね、養老鉄道で、ね、その辺り頭悩ませてるんですけど、三陸鉄道はいいんですよ。大体、郊外の駅は全部無料駐車場があるんで、どうぞ、三陸鉄道ね、使ってくれるんだったら、どうぞ無料で止めてってくださいというね、素敵なところが、充実してるんで。三陸鉄道が、それだといいんだよなぁ。って言いながらスタンプラリーの代償を忘れるというね、暴挙をやらかしてるんであれですけど。まあ、そんな感じで、リベンジでね、またチラッと行かないといけませんけど。非常に、ここにね、一応バスであるんですよ。
ちょっとわかりました。ここでね、高速バスも来とって。一応、ここから高速バスで名古屋にも行きます。ただね、当然、特急は飛ばすからね、16時ぐらい、52分。ね。1日に、平日は1本ありますけど、まあ、こんな感じですんでね。